ミスファイアリングシステムと 4WD の恩恵は絶対だな。低いギアでのフル加速だと置いていかれる。だが高速コーナーならば付け入る隙はある。やはりな。ラインを変えて仕掛けてくる気配はない。なぜだ凌介、何もしてこないことがかえって不気味だ。投げたのか。ありえない。お前がそういうやつじゃないことは俺が一番分かっている。必ずどこかで来る。絶対有利な立場にいるのは分かっているのに、なぜか追い詰められたような気分になる。俺の中に凌介に対するコンプレックスがまだ残っているのか。勝てばそんなもの消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介。タイヤにはまだ余力がある。がっちり食いついている。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るか反るかワンチャンス。チラチラと見え隠れする針の穴のような突破口を突く。凌介さんはぴったり食いついてます。でも先行のエボ3はめちゃめちゃ速い。全然ペースは落ちてません。やばいよ高橋凌介、大苦戦だ。このコーナー過ぎればゴールはすぐそこだよ。苦戦どころか敗色濃厚ってやつだよこれは。どうも来たぞ。やっぱりエボ3が頭だ。突破口は右だ。京一、お前の欠点は右サイドの恐怖心を克服できていないことだ。はっきり言えば右コーナーが下手くそだってことさ。FC は外から行った。すげえ、エボ3が貼り付けられて前へ出られない。くそ、これじゃ4個のトラクションもミスファイアリングシステムもパワーを発揮できねえ。すげえ、 FC が頭を押さえたまま立ち上がっていく。引け高橋凌介、行け、逆転だ。